2021年一発目の動画はババ黄金鬼クワガタの産卵方法についてね、説明していきたいと思います。このね、ペアリングするタイミングがとてもね、重要なんですよ。どうも、大久保職人です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、今回はね、年明け一発目のね、動画ということでちょっと気合が入ってるんですけど、2021年一発目の動画はババ黄金鬼クワガタの産卵方法についてね、説明していきたいと思います。チャンネル名が大久保職人ということでね、まあ、今年一発目の動画が大クワガタじゃないんかいって感じなんですけど、まあ今年ね、一発目はもう本当に黄金鬼ですよ。もうね、なんか新年にふさわしいな、もうキラキラしたクワガタ、この黄金鬼クワガタの産卵方法について詳しくね、解説していきたいと思います。はい、こちらのババ君ですけど、このね、ババ黄金鬼クワガタの産卵って、まあね、結構ね、苦戦される方多いと思います。なんかね、ちょっと癖があるというか、ちょっとね、なんか孵化率が悪いとか、まあいろいろね、ちょっと同齢資材でもなんか産んだり産まなかったりとかね、そういったことがね、まあ、あると思うんですけど、まあ僕もね、本当に初め飼育した時に、齢資材入れても、あれ全然潜っていかねえな、みたいな感じのことがあったんですよ。ただ、まあいろいろね、僕もいろいろ自分なりにいろいろちょっと試してみて、ポイントをね、つかめました。ということで、もう今回の動画は、このババ黄金鬼クワガタ、このババ黄金鬼クワガタの産卵方法はもうこれだっていうものを、皆さんにね、お届けしていきたいと思います。本当にね、ちょっとしたね、ポイントをね、踏まえるだけで、産んでくれます、たくさん。で、孵化率もね、結構上がります。なので、そのポイントをね、本当にもう1から100までもう全てね、解説していこうと思いますので、ぜひね、最後までご視聴ください。それでは行きましょう。虫の呼吸、黄金の舞、鬼。はい、まずね、このね、ババ黄金鬼クワガタ、このババ黄金鬼クワガタの産卵を成功させるためには、ペアリングをね、しなければなりません。で、今回はブリード品についてのね、説明です。野外品は、ペアリングをしなくても産む場合があるので、今回はね、ブリード品についての説明です。で、このババ黄金鬼クワガタのペアリングをするんだけど、このね、ペアリングをするタイミングが、とてもね、重要なんですよ。で、このタイミングを間違えちゃうと、まあ、産卵がね、うまくいけないとか、卵が腐っちゃう、孵化が全然してくれないみたいなことにね、繋がるんですよ。で、このババ黄金鬼クワガタの、まあ、ペアリングのベストなね、タイミングは、成熟してから約1ヶ月後です。まあ、このババ黄金鬼クワガタは、羽化して成虫になって、すぐに繁殖のステージに進むことはできないんですよ。羽化してから約3ヶ月間、これね、個体差あるんだけど、まあ、約3ヶ月、何もしないで、じーっとね、過ごしてる期間があるんですよ。で、これはね、まあ、休眠期間とね、言われてるものです。で、この休眠期間は、この体内の生殖機能などを成熟させるためのね、期間です。で、この休眠期間に、まあ、絶対ね、やっちゃいけないことがあるんですよ。で、それは、乾燥させることです。この乾燥させると、もう突然死してしまったりとか、あとは、個体の内部がもうカラカラにね、スカスカになっちゃって、まあ産卵失敗にね、してしまうっていうね、そういったことにね、繋がりやすくなるんですよ。まあなので、この休眠期間、カラカラにね、乾燥させるのは NG です。個体の成熟が進むと、ある日突然、まあ餌、まあ昆虫ゼリーですね、昆虫ゼリーを食べ始めます。で、この昆虫ゼリーを食べ始めたら、成熟したサインなんだけど、このゼリーを食べ始めて、すぐもう直後にペアリングするのはお勧めできません。ゼリーを食べ始めて、もう成熟したと思って、すぐね、ペアリングしちゃったら、やっぱり産卵のね、産卵失敗してしまう確率がちょっと上がるのかなと思います。まあ、実際僕もそうやってペアリングをね、かけて、卵の孵化率がね、ちょっと悪かったりとか、まあ産卵数がね、ちょっと少なかったりとか、まあ全く産まない材に潜っててくれないとかね、そういったことがね、あったんですよ。まあなのでね、ゼリーを食べ始めてすぐにペアリングすることは、僕はね、お勧めしません。じゃあね、もういつがね、もうペアリングするときにベストなタイミングかってことなんだけど、まあこれはもう僕の感覚として、
ゼリーを食べ始めてから約 1,2 ヶ月後がねベストのタイミングだと思います。この 1,2 ヶ月後がまあ一番いいんだけど、まあそれよりもねあるサインを確認することでもうペアリングがね完璧にできて、もう産卵ももう万全だよ、もう準備万端だよっていうのが分かるようになります。でその目印、まあサインは何ぞやっていうことなんだけど、まあこれはねいろんなね種類のクワガタ、まあカブトムシもまあ共通して言えることだと思うんだけど、このクワガタのおしっこが蓋につくようになったらもう成熟してる、もうペアリングも産卵も完了だよ、もう万全だよっていうねサインです。このおしっこ蓋はね結構重要です。なのでこのサイン、もうこのおしっこ蓋サインは、まあ、ほとんどのねクワガタの成熟してるからもうペアリングして OK ですよ、産卵できますよっていうね状態を見極めるためにね結構ね使えるポイントなんですよ。まあ今ねバーって言ってきたことをもう簡単にまとめると、もうペアリングのベストのタイミングはゼリー食べ始めて 1,2 ヶ月後で、蓋におしっこがついたらもう完璧、もうペアリングして OK、 産卵もできますよっていうねサインなので、それをしっかりと見極めてからペアリングすることをお勧めします。そうすることでもうメスのね産卵への意欲も全然違いますし、また卵がね産んでからの、もうメスが卵を産んでからのその卵の孵化率も全然違ってきます。はい、これがねまあオスのね蓋なんだけど、ちょっとねこの辺とかもうおしっこがね飛んでちょっと汚れちゃってる、本当は真っ白なんだけどね、おしっこ飛んで汚れちゃってる、あこの辺ついてますねこれ、うん、こういったものがつき始めたらもうね成熟完了のねサインです。あこの辺もありますね、この辺も。はい、じゃあ早速ね今からペアリングをねしていこうと思います。もう実際にねやってきます。でこのねペアリングをする時の温度なんだけど、まあ、温度は23度から25度ぐらいがねちょうどいいです。で今から言うことねめっちゃ重要です。ここ重要です。これをねしないと産卵失敗してしまうことに結構ねつながってきます。これね重要ポイント、このペアリングの一番重要なポイントなんだけど、これは必ずハンドペアリングをしましょう。でこのハンドペアリングっていうのは、今ねちょっとオス出してきます。このオスとメスをね、うん、この自分の目の前でペアリングをねさせるということです。この自分のね目の前でペアリングをねさせることで、もうねペアリングしたっていうのをしっかりとね目視で確認できます。で、そうすることで、例えば同居ペアリングをして自分が見てない時に、あ、なんか交尾してるのかなっていう感じでやってしまうと、結局ね、交尾してないってことがあるんですよ、たまに。で、そういった時に、その交尾がうまくできてないっていう時に、産卵セットをね、メスだけ取り出して産卵セットに組んでしまうと、メスが全然産んでくれない、なんか産卵失敗してしまうっていうね、ことに繋がりやすくなるんですよ。で同居ペアリングは最悪ねちょっとメスが嫌がってねオスのね足をねちょっとちょん切ってしまったりとか、まあそういったねリスクもあるんですよ。なのでハンドペアリングをして、で確実に自分の目の前で交尾してるっていうことをね確認しましょう。でその確認ができたら、じゃあもしその確認して産卵しなかったら、オスとメスどっちかに問題があるっていうことが分かるようになるんですよ。同居ペアリングして産卵失敗したら、オスメスどっちが悪いんだろうっていうことが分かんなくて、で、またね、ちょっと、そのブリードをね、立て直しがね、ちょっと効かなくなってくるんですよ。なので、しっかりと自分の目の前で目視で、ハンドペアリングをするってことがね、結構重要です。じゃあね、やっていきましょう。で、このね、オスの、このね、ハンドペアリングの、ま、コツというかね、ポイントなんだけど、このオスの、ここの裏、このね、顎の裏にセンサーあるんですよ。ここをねツンツンツンってやると、オスがねこうやってねほら反応するんですよ。これねなんかねいろいろね僕が目の前で産卵行動っていうかペアリング、あめっちゃ反応した、いろいろねちょっと実験してたら気づきました。この顎の下にセンサーがあるんだっていう、まあ大クワがあったんで、まあババもねどっかにあるだろうと思ったんですけど、ババは意外とね先っちょの方にねセンサーがねあることが分かりました。あ行っちゃったちょっと下に置いとくとね、動きもあったんで、こんな感じでね、ちょっとボトルのね、上にこれを置いて、あんまりね、広い範囲ね、動けないように、オスがね、動き回れないように、してみました。だいぶ反応してますね、これはね、もうね、うん。もう、うまくいったら一発目でね、いけると思うんだけど、まあ、たまにオスがね、見失ったりするんですよね。メスの位置を。あ、来たかな？あー、見失った。あ、気づいた。うまくいくかな。よし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 、オッケー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 、来た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 、あ逆、まあ、多分ねこんだけ明るくしてるんで、うん、ちょっとね反応がメスのね、うん、警戒心が結構ねあって、全然ちょっとずっと固まった感じなんですよね。なんでちょっとねこの中にボトルの中に入れて、ちょっと時間をねちょっと暗くして、見ていきたいと思います。よいしょ、こんな感じにね
中に入っててもらって、これでねライト消して、よし。はい、無事ね、ペアリングの方が済みました。で、あとはメスとオスをまた別々にして、しっかりとね、メスを1週間ぐらいね、ゼリーを食べさせてから、産卵セットをね、組むようにしましょう。まあ、オスの方もしっかりゼリーをね、与えて、まあ、その交尾のね、体力をね、しっかりと、ゼリーをね、食べさせて、回復させましょう。で、今ね、1回だけ交尾させたんだけど、これ実はね、1回だけだと、たまにね、種がしっかりかかってない時があるんですよ。なのでもう一回だけねペアリングした方が、まあ心配な方はね、もう一回、二回ね、ハンドペアリングをすることをお勧めします。まあそうすることで、もうまずね失敗はねないと思います。もしね失敗した場合は、もうどちらかのねその状態が悪いか、もうもともとねそのオスが種が、しっかりとねかからないようなねオス、またねメスが全然産卵しないようなメスだったっていう風にね、思った方がいいです。はい、続いて産卵剤についてです。この産卵剤は、このババオゴウニクワガタの産卵を成功させるために、めちゃめちゃ重要なんですよ。ババオゴウニクワガタのもう産卵方法って、まあいろいろあるんですよ。まあ剤に産ませる、まあ剤産卵とか、あとは菌床産卵、カワラのね、菌糸ボトルにね、メスを投入して産ませる菌床産卵などあるんですけど、まあ一番ね、その、失敗しない、もう誰がやっても失敗しないっていうものは、やっぱりこのね、食菌冷死剤なんですよ。食菌冷死剤にババオオゴウニクワガタのねメスを投入して産卵セットをしてあげると、もうまずね間違いないです。一番ね安牌に卵が取れます。ただこの冷死剤、もうね本当に品薄なんですよ。なのでもしブリードしたいなら、ババのブリードしたいなら、まず冷死剤を確保してから生体をね購入する、あるいはもしね羽化する前、もう羽化しそうだなって時に冷死剤をちょっと予約するか、まあ何らかの形で手に入れる手を置くってのが、もうそれぐらい冷死剤が確保できるっていう状態があった方がいいです。まあ、河原のね菌床産卵とか、あとはまあ河原剤とかでもう産まなくはないんですけど、まあ、やっぱりこの冷死剤は間違いないです。本当にこれはね、間違いないです、冷死剤。まあ、タランデュスとかレギュースも、やっぱね、この冷死剤、間違いないんですよ。まあ、冷死剤ならね、もう何でもいいでしょ、みたいな感じだと、失敗するんですよ。この冷死剤にも、ババがね、産みやすい状態、そうでないものがね、あるんですよ。で、ババのね、産卵を成功させるには、このね、冷死剤の状態がめっちゃ重要なんですよ。で、このね、冷死剤の状態をね、確かめる道具がこれなんですよ。これマイナスドライバー。このマイナスドライバーを、もう材のこの辺に行きますよ。ブズッとこれもうビダってぶっ刺さりましたよね。これぐらい、柔らかい状態。これぐらいの状態が、ババのね、産卵が成功するようなね、状態の冷死剤です。で、逆に材がもうね、こうやってやっても全然ね、入らない。もう全然入らないよって材は、なかなかね、そのね、産んでくれなかったりするんですよ。まずね、メスが潜って産卵するんで、やっぱりね、ある程度ね、その腐敗が進んでる、ものすごくね、腐敗が進んでる状態のものの方がいいです。で、そのね、腐敗が進んでる状態のものを見極めるには、その届いた時って結構ね、その材のこの周りがね、白いと思うんですよ。で、この冷死剤が結構ね、その腐敗が進むにつれて、その、周りのね、この皮膜みたいなのが黄色くなって、で、なんかちょっとね、気持ち悪いなんか、キノコみたいなものが生えてくるんですよ。で、そういうものが入ってきた方が、そのババがね、産みやすい状態になってるんですよ。このね、材のその硬さが。これぐらいね、もうブツブツね、ぶっ刺さるぐらい。この辺。まあ、芯はね、ちょっとあった方がいいんですよ。で、このブツブツぶっ刺さるぐらいの状態の材の方が、ババはもうめっちゃね、爆散してくれるようなね、材なんですよ。で、材がまだもうカチカチでね、もう全然ね、こういったものがね、ズボって入っていかない。もうこれめちゃくちゃ入っていくんですけど、もう全然入っていかないよっていうものの状態のものは、まあ1ヶ月から2ヶ月ほど置いて、材の状態がね、これぐらいになるまで、しっかりとね、その、腐敗させましょう。
はい、最後ね、3ランセットです。この3ランセット、もうね、簡単です。これ、さっきのね、レーシ材、もういい状態にね、柔らかくなったレーシ材を、これだけです。これ。もうこれで完成です。はい、そして、ここに、ゼリーをね、ペアリング後、ゼリーを1週間しっかりと与えた、メスをね、入れていきます。もうこれだけです。よいしょ。よいしょ。はい、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 はい。はい、OK。で、このメスにね、しっかり1週間ぐらいね、ゼリーを与えるのって、やっぱりそのね、メスの状態をね、すごくもう、産卵万全のね、もうエネルギー満タンの状態で、産卵のね、産卵のセットを組んであげると、まあ、孵化率がね、本当に変わってきます。やっぱりね、ちょっと栄養が足りてないとか、その、体力がね、消耗してるメスって、やっぱり卵のね、数も少なかったり、あとね、孵化率もね、悪いようなね、ちょっと、ダメになっちゃうようなね、卵をね、産んじゃうことがあるんですよ。でメスのね、状態が万全だと、もう、産むメスはもうね、材に自分からね、穴開けて潜ってきます。で、自分から穴開けて潜っていくメスって、もうほぼね、産んでます。産まなかったこと今までないです。で、このね、産卵セットをね、割り出すタイミングなんだけど、これ結構重要なんですよ。で、そのね、レーシ材って、まあ、地域によって結構変わるんですけど、まあ、その飼育する場所によって、そのね、菌糸の活性が結構変わってくるんですよ。で、菌糸の活性が強いと、すぐね、一日ですぐね、白い膜がね、張り始めるんですよ。で、そういう状態、そういう環境のところは、すぐに割り出ししてあげないと、もう卵が菌に巻かれちゃって、もう孵化するどころか、卵が菌に巻かれちゃってダメになっちゃうんですよね。で、このババのメスって、本当にね、一日で10個ぐらいね、卵を産んだりするんですよ。ちゃんとね、その産卵スイッチが入って、産卵モードに入ってるメスって。なので、本当にもう、材がもう一日で白くなってしまうような環境だったら、もう卵で割り出して、まあ、1日2日で、メスをね、産卵させて、で、卵で割り出してあげる。っていうことが、ものすごくね、重要になります。まあ、菌の勢いって、本当に環境によるんですよ。全然ね、その、菌の勢いが弱いような、環境だと、まあ、全然ね、その、被膜も張らずに、卵もね、全然菌に巻かれずに、まあ、中で孵化して幼虫が取れたりするんですけど、もう、ここのね、被膜がすぐ張っちゃうような場所って、やっぱりもうすぐ割り出してあげることが重要です。そのままね、ずっと放置していくと、もう卵がね、ダメになっちゃって、もうね、全然ね、しっかり、せっかくの有精卵が、メスが産んでくれた有精卵が、菌に巻かれちゃって、もう孵化しない状態にもうなっちゃうんですよ。で、実はね、ババ産卵セット1回じゃなくて、2回3回とね、結構なね、その長いスパンで産卵するんですよ。オオクワガタって一気にね、その集中的に産むんだけど、そのババのメスって、例えばこれ1回セットして、で、1回ね、その産卵セット崩して、で、ゼリーをね、食べさせてから、1週間ぐらいね、またゼリーを食べさせてから、また産卵セット組むと、また産み始めるんですよ。で、それをね、まあ何回も何回も繰り返していくと、まあ今、この子は初めてなんだけど、4セット目の子とかも、もうそれで合計で30個以上ね、卵が取れてます。はい。以上でね、この産卵セットね、完成です。もうあとはね、蓋こうやってね、閉じて、蓋をね、こうやって閉じて、よいしょ。こんな感じでね、閉じて、もうこれでね、産卵セット、完了です。あ、一つね、言い忘れてました。まあ、産卵のね、適温は、まあ、23度から25度ぐらい。ちょっとね、23度以下だとね、なかなかね、ちょっと産まなかったりする可能性もあるので、やっぱり23度以上、25度以下ぐらいの、温度がね、一番いいと思います。はい、今回はね、こんな感じです。今回は産卵セットをね、組むまでのね、流れをね、説明してきました。で、次回は産卵セットを組んでメスがね、産んだ後、割り出しからね、そのね、割り出した後の卵の管理方法、このね、卵の管理方法で結構ね、孵化率変わってくるんですよ。この管理方法がいろいろあるんですけど、まあ僕がね、そのいろいろやった中で、まあこれがね、一番ね、孵化率が上がるだろうっていうね、方法をね、紹介しようと思います。そして、孵化してからの管理方法も結構ね、重要なんですよ。やっぱりその、オオクワガタとかって意外とその、孵化した直後に、もう菌糸のね、ちっちゃいね、菌糸プリンカップに入れても、まあ全然ね、その元気に成長してくれるんですけど、このね、ババオゴーニキョウガタとね、タランドゥス系って意外とね、その死んでしまう子がね、出てくるんですよ。まあなので、そういったことをね、防ぐためのその管理方法なども、まあいろいろ僕が試してね、まあこれがいいんじゃないかってものがあったので、そちらの方もね、ぜひね、紹介していこうと思います。今回はね、こんな感じです。鬼滅の刃がね、流行ってるから、この黄金鬼クワガタ、もう鬼流行ってるよね、最近、本当に。まあ、約束のネバーランドもね、もう実写化してね、本当に、あれも鬼ですよね。なんかすごい、鬼がトレンドなんかな。なのでね、このババ黄金鬼クワガタもこの鬼なので、もうね、本当に一度ね、まだ飼ったことない人は、ぜひね、飼育してみてください。はい。じゃあ次回ね、いろいろとその卵の管理からね、
またね、詳しく説明しようと思いますので、チャンネル登録がね、まだの方はぜひね、チャンネル登録の方、またね、高評価もよろしくお願いします。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。